改めまして、ただいまご紹介に預かりましたアドビシステムの土地屋宗男と申します。よろしくお願いいたします。そして、今日ですね、まあ本当に川井さん、ゼル関係者の皆さんですね、新製品発表本当におめでとうございます。私も製品担当としてなんですけども、まあ一製品でも大変なのが2つ4つっていうところの、発表ということで、まあ、かなりご苦労があられたというふうには思うんですけれども、まあ、これだけの本当に記者の皆様が集まって本当に、まあ、最初もバシッという形からというふうに思いました。で、私の方がですね、ちょっと簡単にご案内しておくと、なぜこちらの方に来ているかっていうところなんですが、まあ、アドビの代表、そしてフォトショップ系のですね、写真の製品の担当しております。ですのでですね、今日、まあ、こういうような新製品、特にですね、5K とその本当に湾曲しているっていうこのモニターですね、こちらの方を見ての感想ですとか、そして、まあ、弊社のちょっと宣伝のところ、そして、最終的にですね、やっぱりこれ使うのはエンドユーザーである、そういった方々、特にフォトグラファーの方がどういったメリットがあるのかっていうようなものをですね、ちょっと、メーカーの人間ですけども、エンドユーザーの視点でちょっとご案内させていただこうと思っております。じゃあ、改めてですけれども、こちらの本当に 5K とこの湾曲のものですね、おかげさまでですね、ちょっとこちら登壇させていただくにあたって、ちょっと前に、この2つのモニター貸し出しを、弊社の方、させていただいてですね、ちょっと触らせていただきました。まあ、はっきり言って、これ見たとき、あ、すごいなと。多分まだ皆さん奥目で見ていらっしゃると思うので、後で、まあ、近めにちょっと来ていただいて、デモンストレーションを交えながらっていうところもありますし、あと後ろのところにですね、部屋で、実際に触ってみれてっていうところもあると思うんですけども、まあ、近づいてみると、もしくは遠くで見てもかなり面白い製品です。で、これまでにないっていうところがやっぱり注目のポイントでもあるかなというのが1点目です。で、ちょっと私の方からですね、改めてなんですけれども、こちらはですね、今、Photoshop と Lightroom という製品のソフトですね、担当しております。ビルさんの発表会ということで、ソフトのところ、あまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、上側がですね、Photoshop ということで、最新版 CC ですね、世界標準のですね、世界最高のプロフェッショナル画像編集ツールとして、主にですね、フォトグラファーの方はもちろんですけども、印刷ですとか、先ほど映像の話とかいろいろありましたけども、そういった業界で使われている製品というふうになっております。多分皆さんご存知であれば嬉しいかなというふうに思います。で、下の方がですね、Lightroom という製品です。こちら Lightroom というソフト自体はですね、いわゆる写真を撮りためた後にですね、もうこの1本でもうほぼ全てができてしまうという、まさにここに書いてある撮影から仕上げまで、写真を極め、全てがここにというところで、あちらの製品もちょっと、こちらのですね、モニターの中にちょっと、後でデモンストレーションしますけども、非常に、最適化されているものかなというふうに思っております。で、なぜ繰り返しですけども私ここにいるかというところなんですけども、先ほどカズさんの方が説明あった通りなんですが、やっぱりフォトグラファーの方々にとってすごく大きなところがメリットがある。で、特に、写真系のところというと、弊社もですね、こちらターゲットにしている、プロの方、そして、早山の方ですね、もう今ですと、デジイチとか、もしくは、ミラーですとか、もういろんな形で、もう品質が高い、写真ですね、これを誰もが使えるような時代になっております。そうなるとやっぱり品質が高いもの、品質のいい環境で見られるっていうところは非常に大きなメリットがある。そういったところで、私が呼ばれたっていうところもあると思います。ちょっと早めにいきます。で、この紹介をした後に、実際にちょっとデモンストレーションを、させていただきますけども、大きなメリットとして、私の方が所感なんですけども、このそれぞれで2つあるのかなと思っておりました。まず上の方はですね、 5K、のモニターなんですけども、やっぱり、非常に高い、高解像度っていうふうに言っておりますけども、もっと言ってしまうと、この会場まさにそうなんですけども、高密度のところがこのモニターのところを一つでグッとこう見れるっていうのは大きいと思いますね。やっぱり、繰り返しですけども、一眼ですとかどんどん画素数も上がってきています。そうなるとそこで取り込むようなその写真の何て言うんでしょうね、品質っていうふうに言えばいいでしょうか、そちらの方も、高密度高解像度になってきています。それをこう、この 5K のところでも見れるというのは非常に大きいところかなと。あとは、パネルのところもありましたけれども、高い色の再現のですね、再現力、こちらの方も大きいです。
でもう一つ付け加えさせていただくとすれば、これフォトグラファーというよりも昨日ちょっとですね弊社のビデオ担当の方とも話をしていたんですけども、これ 5K ですと。で今巷では 4K のところが主流になっているっていうことになると、大体この 4K で編集しているっていうふうになれば、今まで 4K のフル解像度で見た時にこれ全部使っちゃうんですよ。でも 4K の場合には、まあ後で見せますけどこれぐらいですと。で残りのスペースで、作業の編集ができるっていうのは実はメリットであるっていうような話も聞いています。なので実際の写真だけではなくて映像なんかそういったメリット、編集のメリットもあるかなというのが、5K のところです。で、もう一つですね、この34インチの湾曲のこのモニターですね、これは最初見るとびっくりします、正直言って。で、まあ弊社のソフトをインストールさせていただいてこちらでちょっと表示していたんですけども、あれこれアドビのために作られたんじゃないのぐらいのそんな感じでした。弊社の製品見られてる方もしくは使われてる方はよくわかると思うんですけども、大体こうアドビの製品って左側にこうツールのパレットがあってパネルがあって、で映像系だとこう下にタイムラインがあって、で真ん中が作業スペースっていう風になってるんですけども、その作業スペースがめちゃめちゃ広く使えるんですよね。なので例えば編集の方、まあちょっと最近オンライン系の方ももちろん多数いらっしゃると思うんですけども、それがこう A4 で縦でこう置けるとかすごくメリットが高いんですよね。なのでそういった時にもまあ使えるのかなっていうところもあります。なので、この部分なんかも、あとですね、紹介すると同時に、下のところですね、パノラマ、特にやっぱり 作品を作るっていう意味合いではやっぱり分かりやすいのはこのパノラマかなというところもあるんですけれども、こういった、ステッチングの作業っていうふうに言った方が分かりやすいかもしれませんけども、それがかなりインパクトがある。もうこれフルスクリーンで見てますけど、こういった形でもうパーンと一目で見れるっていうのはやっぱり大きいですよね。これ、作業してるだけではなくて、今ここにある通りだと思うんですけども、こう展示をしててもすごく迫力があるというところがあると思います。じゃあちょっと実際ですね、こちらの方がちょっと ちっちゃいので、こちらのモニターの方でやらさせていただくんですけれども、見えにくいところも